君は好きだった人のことを嫌いになった経験はあるかな？2016年5月21日、東京都小金井市。時刻は午後5時過ぎ。119番に一本の通報があった。電話をかけてきたのは、当時27歳の男性 IT。彼が電話で話す内容は要領を得なかったが、どうやら若い女性が血を流しており、今にも彼女は死んでしまいそうだという。すぐに駆けつけた救急隊員たちは、驚きの光景を目撃する。地面には赤黒い血が絨毯のように広がっており、その真ん中には、息も絶え絶えな女性が横たわっていたんだ。そばに立っているのは、電話をかけてきた男 IT。その手には、血のついたナイフが握られていた。救急隊員は、すぐに女性の救助を開始。まだ息はあったが、一刻の予断も許されない状態だった。そんな切迫した状況の中、女性を刺した張本人である愛は、うすら笑いを浮かべながら救急隊員に驚きの言葉をかけている。それはこのようなものだった。ねえ、救急隊員さん、彼女のことを。早く助けてあげてよ。アルゴ X Presented by アルゴメトリー。アルゴメトリーの姉妹チャンネルであるこのアルゴ X で支配人を務めるルナ・テミスだ。今回ご紹介するのは、2016年東京で起きた小金井ストーカー事件について。芸能活動を行っていた女性がファンの男に刺された痛ましいこの事件。被害者への永遠の愛を語っていた男がいかにして殺意を抱いていったのか。俺たちはこの事件から何を学ぶことができるのだろうか。まずは夢に向かって進む一人の女性について見ておくれ。反転する行為。2016年東京都武蔵野市。当時20歳だった女性 TM さんは、東京都内の私立大学に通う傍ら、ある夢を抱き、忙しくも充実した毎日を過ごしていた。その夢とは、芸能界で歌手として花開くこと。1995年長野県に生まれた T さんは、幼い頃から目を輝かせてテレビや雑誌を見ている少女だった。芸能界へ憧れを抱くことは誰もが一度は経験していることだろう。しかし T さんはただ憧れているだけの夢見る少女ではなかったんだ。最初のアクションを起こしたのは中学生の頃。10代女性に人気の雑誌にファッションモデルとして応募。専属モデルに内定とはいかなかったが、実際に雑誌に掲載されている。その後は楽器や歌にダンス、演技の勉強をしながら、一度は大手芸能事務所にも所属。その事務所を2014年18歳の時に退社し、そこからは個人として芸能活動を行っていたんだ。ちなみに大学では経営学部経営学科に所属していた。経営学を勉強することによって自己プロデュースする方法を学び、芸能活動に生かすという目的があったようだよ。夢に向かってまっすぐに進んでいく T さん。しかしシンガーソングライターとして活動していく中で、ある深刻な悩みを抱えていた。それは SNS やブログを通して行われていた誹謗中傷や嫌がらせだ。その書き込みを行う人物については心当たりがあった。その人物は何度もライブに足を運んでいた20代後半の男性 IT。 もともとは熱狂的なファンだったその男性だが、ある時から T さんを叩くような書き込みをするようになっていたんだ。事件が起きる1週間前となる5月14日には、 Twitter にこんな投稿をしている。君の努力を全部無駄にしてやる。これを受けて T さんは身の危険を感じ、警察に相談。しかし警察は愛に対して具体的な行動は起こさなかったんだ。その代わり警察はこんな提案をしている。110番緊急通報登録システムを利用してください。何かあったらすぐに駆けつけますよ。もしこの時点で警察が行動を起こしていたら、この事件は起きなかったかもしれない。そんな警察が提案した110番緊急通報登録システムとは何なのか、メトラーの皆さんは知っているかな。ここで本日のメトラーキーワード、110番緊急通報登録システムについて。事前に氏名、住所、電話番号、被害内容などを警察署に登録しておくと、緊急事態に陥った際に110番通報すると、登録者の情報が速やかに現場の警察官に伝えられ、解決に向けて迅速に動いてくれるシステムのこと。サイレント SOS ともいい、通話を介さず警察に情報が伝えられるため、たとえ目の前に加害者がいたとしても通報したことを悟られないのが最大のメリットだ。また携帯からかけた場合には GPS 情報も警察に伝わるため、すぐに状況を理解した上で警官が現場まで駆けつけてくれるんだ。この制度は主に DV やストーカー被害に遭った場合に絶大な効果が発揮
記される。もしこのようなトラブルを抱えている人がいるなら、最寄りの警察署まで足を運んで相談、または登録してみておくれ。さて、ファンだった人が強烈なアンチになることを反転アンチというのだが、愛はなぜ反転アンチとなってしまったのだろうか。その動機は到底納得ができるようなものではなかったんだ。行き過ぎた推し活。後に日本列島を震撼させた男 IT は1989年群馬県伊勢崎市で生を受ける。公認会計事務所を経営する父親と母親、5人兄弟の中で育った愛はおとなしく真面目な性格で、自分の感情を表現することが苦手な子供だった。しかし普段は物静かな愛だったが、ストレスや不満を溜め込みやすい性格だったのだろう。時折感情を爆発させることがあったという。生まれつき体が大きかった愛はスポーツ好きの少年で、小学校の文集には将来の夢はオリンピック選手と書いていたほど。そして中学に入った愛は柔道を習い始め、部長を務め県大会優勝も果たしているんだ。その結果、愛はスポーツ推薦で柔道の強豪校に進学を果たしている。恵まれた体を持ち、根っからのスポーツマンだった愛、一見すると順風満帆にも見えるが、実際はそういうわけでもなかったんだ。その実力から柔道部の部長に任命されていた愛、しかし人付き合いが苦手だったため、親しい友人はおらず、特に女子生徒との接点はほとんどなかったという。高校にスポーツ推薦で進学した愛だったが、ここでも人間関係がうまくいかず、間もなく中退。これが彼の人生にとって最初の大きな挫折だった。その後、庭師になると言って京都へと移り住んだ愛、近隣住民との間にトラブルを起こすなど、子供時代のおとなしかった性格から打って変わり、荒々しい人物へと変貌していたという。そんな人生を送っていた愛は2015年、26歳の時に運命の出会いを果たす。夢に向かって日々努力しているシンガーソングライター T さんの存在を知ったんだ。それから愛の生活は一変。家にいても仕事をしていても頭に浮かぶのは T さんのことばかり。彼にとって T さんは完全な推しとなったんだ。自身のブログで彼女への思いをこのように綴っている。僕は T さんのことを知っていることが誇らしい。なんでみんな知らないの？一度会ってみなよ。きっと好きになるからさ。推しのアイドルやアーティストのことを好きになるのはファンならば何もおかしなことはないだろう。しかし、愛が T さんに対して抱く感情はあまりにも重すぎたんだ。愛は T さんが出演するライブが開催されるとなると、京都からはるばる東京へと足を運んでいた。もはや愛にとって稼いだ給料はそのほとんどが T さんへの推し活のために使われていたんだ。事件発生の4ヶ月前となる2016年1月17日、愛は T さんの元を訪れ、綺麗にラッピングされた箱を手渡していた。熱心なファンがこのようにプレゼントをあげることは珍しいことではない。しかしその品物は少々異質というか、別の意味で重いものだったんだ。 T ちゃん、それが僕の気持ちだよ。開けてみて。 T さんが包みを剥がすと、中に入っていたのは高価そうな腕時計。突然そんなものをプレゼントされた T さんは戸惑いつつもお礼を言い、その場から逃げるように立ち去ったんだ。実はこの時計はただのプレゼントではない。愛の人生をかけた渾身のメッセージが込められていたんだ。時計を送った次の日の1月18日、愛は SNS を通して T さんにこんなメッセージを送っている。腕時計をプレゼントする意味を知っていますか？大切に使ってくださいね。一般的に腕時計を相手に送ることには、同じ時間をあなたと過ごしたいという意味が込められている。そう、つまりこれはプロポーズだったんだ。プレゼントしてからというもの、愛は告白に対する返事を今か今かと待っていた。時計は何万円もするいい品だったし、きっと気に入ってくれるはずだ。そう考えていた愛だったが、 T さんからの返事は一切なかったんだ。あくまで歌手とそのファンという関係性を考えれば当たり前のことだろう。しかし愛はどうしても納得がいかなかったみたいなんだ。あの女、俺がどんな思いであの腕時計をプレゼントしたと思っていやがる。この瞬間、愛は熱狂的なファンから厄介な反転アンチへと変貌。ネットで T さんを誹謗中傷するようになったんだ。それから2週間ほど経った2016年2月、 T さんの SNS にメッセージが届く。送り主はあの愛で、そこには驚くべき要求が書かれていたんだ。捨てたり売ったりするくらいなら腕時計を返してくれ。その後にはこんな言葉が綴られていた。あの時計は僕の心だ。このメッセージを見た T さんは穏便に済ませようと腕時計を郵送で返却している。しかしこれが全くの逆効果だった。わざわざ送ってくれなくても、こちらから取りに行ったのに。ほんと嫌な女だ。あんな女ぶっ殺してやる。こうした理由から愛は T さんに殺意を抱いたというわけなんだ。果たして彼の暴走を止めることはできるのだろうか。愛と T さんのその後の様子をご覧いただこう。
壊された夢。事件当日となる2016年5月21日の朝、その日は T さんのライブがあるため、愛は住んでいた京都から会場のある東京に向かうことになっていた。荷物の中に凶器となるナイフを忍ばせる愛。そして家を出る直前、愛は自身のブログにこんなメッセージを残していた。行ってきます。時刻は午後5時。愛は小金井市内のライブハウスの出入り口の近くに陣取っていた。その時、若い女性の姿が目に留まる。間違うはずもない。かつて自分が愛し、今から亡き者にしようとしている女性、T さんだ。なあ、どうして時計を郵送したんだ。理由を言えよ。突然現れた愛の姿を見て、顔がこわばる T さん。私、リハーサルがあるから。平静を装いながら T さんはそう言って、愛の横を通り過ぎようとした。その時、愛は持っていたナイフを T さんの体に深く突き立てたんだ。さらに何度も何度も T さんを刺す愛。そして血まみれになって横たわる T さんに向かって、愛は奇妙な問いかけをする。ねえ、行きたいの？行きたくないの？ T さんはか細い声でこう答えるのが精一杯だった。行きたい。ほとんど意識を失いかけていた T さんを横目で見ながら、愛はスマホに手を伸ばし、どこかに電話をかける。その番号は119番、消防救急無線だった。 T さんに大怪我を負わせながら、自らの手で救急車を手配した愛。この行動の意味は何なのだろうか。実はまだ T さんに対して愛情を持っていたからだと思った人も多いだろう。しかし愛は取り調べの時にこのことを聞かれて、こんな回答をしている。彼女が行きたいって言うから、なんだかかわいそうだなって。自分でやっておきながら、まるで人ごとのように犯行を語る愛に対しては怒りを覚えるね。この後、通行人の通報で駆けつけた警官によって逮捕された愛。しかし最も気になるのは T さんの安否だろう。彼女のその後を見ていこう。愛が呼んだ救急車はすぐに到着。全身に深い傷を負っている T さんを担架に乗せる際、愛は救急隊員に向かって、早く助けてあげてよと、ここでもまた人ごとのように振る舞っていたというから呆れるほかない。病院に救急搬送された T さんは一時は心肺停止にもなり、意識不明の状態が続く。 T さんが意識を取り戻したのは、なんと事件から13日後。6月3日に T さんが一命を取り留めたことが報道されると、日本中は安堵に包まれる。しかしその後、 T さんの状態が報道されると、人々は心を痛め、犯人に対して強い怒りを改めて感じたんだ。 T さんの体には痛々しい傷が残っているばかりか、神経が傷つけられたことで視覚が狭くなるという症状が出ていた。また精神的な問題も深刻で、男性恐怖症などの心的外傷後ストレス障害、いわゆる PTSD になっており、付き添いの人がいなければ公共交通機関も利用できないという。一方、犯人である愛にはまるで反省の色はなく、むしろ自身の犯行に満足しているようにすら感じられたと裁判員たちは述べている。殺人未遂と銃刀法違反で、愛には懲役14年6ヶ月の実刑判決が下されたんだ。この犯行を殺人未遂と呼ぶことに抵抗があるのは俺だけじゃないだろう。未遂で終わったのは、 T さんが最後まで生きることを諦めなかったからであり、殺人には変わりないと思ってしまうよ。そして最後にこの話をしておかなければならない。この事件は警察が的確な行動を取れていれば防げた可能性があったということだ。というのも、 T さんは事件現場で待ち伏せされていた時、先に述べた110番緊急通報登録システムを使って、愛に感づかれることなく警察に110番通報していたんだ。つまり T さんが危険な状態にあるという情報と現場の位置情報は瞬時に警察に伝わっていた。しかしどういうわけか、この時警察官は事件現場の位置情報を確認せず、事前に登録されていた T さんの実家に向かってしまっていたんだ。そればかりではない。事件後明らかとなったのは、犯人である愛の前科だ。実は2013年と2015年にも2人の女性に対し、愛は同じような脅迫行為を行っていたんだ。つまり愛はもともと危険人物であり、 T さんから相談を受けた時点で何らかの対応をすべきだったと言わざるを得ない。このような事実を受けて2019年、 T さんと彼女の母親は警察とかつて所属していた芸能事務所を相手取り、7500万円の損害賠償請求を行っている。この事件で失われたものはあまりにも大きく、それはもはや取り戻すことができない。だからこそ、この失敗から学ぶことが大切なことなんだ。最後に事件後の T さんの言葉を紹介しておこう。今後起きるかもしれない事件を一つでも多く防ぐきっかけになることを信じています。